はようございます。アイナルの NZBG ですね。今回、ザ・レトリック、人生の武器としての伝える技術というのを勝手に予約して、勝手に解釈していきます。はい、前回までは、受け答えについてちょっとまとめていきました。どういうふうに受け答えを、話の受け答えをしていけば、集団が、ね、聞き手の集団、聴衆が自分の、自分を支持するだろうか、とかね、自分の思うように動いてくるだろうか、とかね、もし失敗したときはどうする?とかね。っていう話をしました。今回は、説得について大事なカイロス。これ、時期です。タイミング。これを触れていきます。さて、説得をするのに大事な機器、重要な機器。時期、タイミングっていつっていうところの二つ。一、状況や雰囲気が変わるとき。例えば、周りがその議論に飽きたときだったり、あとは、人の印象に残りやすい議論の終盤。議論するときに最後に喋った人の言葉が一番頭に残りやすいです。だからこの時は説得の機会です。自分の言いたいことを言うならば、周りが飽き始めたときや、または議論の終盤など。あとは状況や雰囲気が変わるとき。で、ダメだったら聞き手を変えることで説得の機会を作ります。ある集団に向けて話しててどうだったら、どうこうするよりは違う人に話した方がいい。そうやって当たっていった方が、まだ支持してくれる人が、こう、獲得しやすいですよね、その方がね。いつまでも、支持してくれない人たちの話に、こう、してくれない人に対して、しつけるよりはね。だから、説得においては、自分で何とかタイミングを、待つっていうのが大事。変えていくのも大事なんだけど、やっぱ限りがあるから、自分の意見を聞いてくれる人が現れるまで待つのが大事ですよ。でそういう中で、時期、タイミング的には難しい場合、視点を考えましょうと。人格、感情、論理のどれが有効なんでしょうねって考えることです。例えば、視覚的な情報は感情と人格に訴える、ね。聴覚の回数は最も論的に影響する。嗅覚、味覚、触覚はほとんど感情に訴えますと。いうのがありますと。だから、まあ、難しいなってことは人格、感情、論理、どれが一番聞き手に対して、効果があるかと考えたらいいですよって話ですね。さて、これまで話してきたことは、話し方でした。論理の誤りの見つけ方とかね、ここから先は発表の方法について考えていきます。発表の方法、順番としては発想、配置、周知、記憶、発表です。つまりこれを言葉にしていくと、何を話すかを考えた後にその構成を整えます。どういう順番で話そうかなと、あと相手に分かりやすいように表現方法を工夫したその内容を覚えて話すと、ね、発想の段階では簡潔な論点にする。複雑だったら論点を小分けにする。で、ね、相手の側面を考慮する。で、配置。配置は人柄、論理、感情の順番に行っていく。具体的には、話の最初で自分の人柄をアピールする。そして、まず、聞き手に関心と好意を持ってもらう。その後に、問題が何で起こったかとか、事実とか数字を簡潔に述べていく。その上で、反対派の意見と意見が一致する点、不一致する点を挙げていく。または、今回の論点はこういう論点で、それで今こういう言い争いをしていますとかね、こういう話の、分かれていますとかいう話をするんですよね。で、じゃあ何が論点かとか、何が相手と意見の考えが食い違ってるかっていうのを挙げた上で、私はこの話に関してはこう思っています。なぜならこうだからですっていうのを話す。自分はこう思ってますっていうのを話して勝負を挙げた上で、で、予想される反論に対して対抗する。こうやって説明してきましたけど、こういう反応があるでしょ。それに対して私はこういう考えを持っていますと対抗する。そして一番最後には、ね、っていうのがあるから私はこれでこう思うんですっていうのを、ここで感情を込めて話すというような配置に持っていく。で、配置を考えたらあとは注視。相手の聞き手の価値観に適応したもので、簡単で印象的なものをリズム的なものとかで表現方法も加えながら考える。そしたらあとは覚えて発表する。覚えるときは、頭の中の村を用意するんですって。そのレトリックの方法とか、村のようにして、それを一日一回訪れるんですって。まあ、何回も使うってわけですわ。そしたら覚えるだけだね。で、発表する。発表するときは、大きい声、安定した調子、柔軟性ある声、低い声でね。そう。で、目は心を表すから、自信は目から生まれる。
なんかこう服装とかも大事なんだけど、まずは自信を持った目で書きます、ね、ね、また、時間あるかな、だね、またここで聴衆の心をつかむっていうところに着眼して考えれば、次のことが考えられます。 1,2,3,4,5,6,7 つあるね。1つ、聞き手と、あとは聞き手以外の部外者だね、だから判定家の人とか、あとは無関心の人とかね、そこを分けます。で、語り手に私の話す通りにすればうまくいきますよって思わせるわけだ。無関心の人たちはうまくいかないでしょうね、だって私のことを聞いてないから、こうこうこうでこうだからね。でもここに来ている皆さんであれば、こういう風に物事をするべきでしょうか、うまくいきますよとか、いろんな言い方があるんですよね。僕は下手だからちょっとだけどさ。あと2つ目、目の前で怒ってるかのように生き生きと語る。やっぱり相手に感情移入してもらいやすいからね、その方がね。3つ目、対象のものと比較させて複雑なものと判別に伝える。こういうデータがあるって言ったって、そしたら簡単にこうと比べればこうですと言った方が分かりやすい。で、ヒーローと自分を兼ねつける。言葉や話し方の意味をする。偉人とか、ね、そういった話し方だったり、またその言葉を持ってくるわけだ。そうすればみんなが知っているあの有名な人の話し上司だったり、そういったものを、使うと、よりこう信頼しやすくなるのかな、支持しやすくなりますよね。文の途中で新しい文を挟んで強調する。最後にそれをまとめてリズムを解放する。もう分かるか、話の途中でまた違う話を一瞬だけするとかね、それ強調すると、最後にそれをまとめて分かりやすくする。連続する始めと終わりの言葉を繰り返して、そうするとまとまるし強調にもなる。まあクライマックスフォートマンと違うんだけどさ、っていうのがあります。ここら辺はね、また僕の他の動画を見てみてください。この本じゃなくて、他の昔はレドリックの本を見ていただくと、そういった話もありますから。で、ここも結構大事かな。短い文の要点を重ねて12秒で吐き出す。12秒ってのは一声で話せる量なんだって、大体。だから、要点を12秒で吐き出せるようにしようねって話。いくつも話じゃなくて、それぐらいにまとめて、まとめようね、文章ってこと。書くときに気をつけること。これは書くときは自分の欠点を戦略的に利用して、僕は完成なんです。だけどこういうのを持ってますっていう。完璧な人間よりも不完全な人間の方が信じてもらいやすいです。あとは主題にひねりを加える。馴染みやすい話とか一般論の後にちょっとひねった話した方がついてきやすい。一般論で馴染みやすい状況で、ここでみんなとはちょっと違うと言うと、うんって食いつくわけですわね。あとは自分の売りを書く。欠点を書いたってしょうがないんですわ。欠点は戦略的に利用してちょっと書くけど、やっぱり自分の得意なことを書いた方がいい。それが一番大事。気づき。自分自身の気づきを自分目線で書く。こんなことがあってこう書きましたっていう話を生き生きと書くことで、読み手に追体験してもらう。感情入してもらいやすくするわけでございますね。はい、で、ヒーロー的展開。困難が始まって、それに打ち勝ちましたみたいな物語にすると、聞き手が追体験しやすくしますよ。で、あと、困難に打ち勝つっていうストーリーにして、聞き手が追体験できるようにします。っていうのも書くときの、意識することですね。で、大体今までので一通り、確認してきました。話し方、書き方、ね、聞き方。じゃあ、ここまで来て、どの技法を使えばいいか迷った場合、こう考えましょうと。大丈夫かな、よし。っていうのは、自分が攻めるとき、言葉を攻めるときは、目的と、話の目的と、話の時勢、未来の話をしましょうね、とかね、過去の話をしたら、未来の話も変えましょうね、とか、相手の価値観って何ですか、知る。それを知った上で、自分の人柄を利用する。っていうのが大事だ。で、守るとき、自分が論戦で攻めるとき、反応されるときね、このときは譲歩して相手と同じ目線になって、その相手の価値観、相手の目線から論点を再定義するわけだ。あなたの目線でいくとこういう問題がありますよ。じゃあこれからどうしましょうかっていう未来形で伝えていく。こういった技術、今までいっぱいできました。僕も覚えてません。見て見直してください。これを見て価値観だけじゃなくて、事実をもとに自分の考えを伝えていきましょうっていうのが、今回の、要約でございましたと。これでは一通り終わりでございます。ちょっとね、
またこんな感じのことを繰り返していきますので、よろしくお願いいたします。